10月26日、巨人は育成契約の萩原哲と来季の契約を結ばないこと、支配下契約の菊池大樹、中田歩、松井聡、山田龍氏の4選手を自由契約とすることを発表した。動画、値千金の一発、中山がプロ初ホームランを放ったシーン、菊池は2021年育成ドラフト6位入団。ルーキーイヤーの22年に支配下登録され、 16試合に登板すると、昨シーズンはチーム2位となる50試合に登板し、4勝4敗1セーブ11ホールド、防御率3.40の成績を残し、ブルペンを支えた。シーズン終盤は勝ち試合でも登板するなど、今季はさらなる飛躍が期待されていたが、1軍での登板機会はなかった。ファームでは36試合に登板し、 6勝2敗、防御率1.00の成績を残していた。新潟県佐渡島初のプロ野球選手としても知られる。菊池は昨季、威力ある直球を軸に救援投手として存在感を示しただけに今回の自由契約の一報が流れるとファンの間からも、素晴らしいリリーバー、1軍で投げてなかったのか。 チームの層がそこまで熱くなっているとはなど様々な反応が出るとともにここからまた這い上がってほしいと一軍部隊で活躍を願う声が続々と集まっている。